ヒーラーカラオケ、おもろいな。ミナリ、ちょっと寄ってみますか。人がいない。してありますね。こんにちは。いや、相当寒いのを想像してヒートテックを持ってきたんですけど、ヒートテックいらないですね。普通にズボン一丁、下なんもなし、上はダウンジャケット、手はちょっと冷たいけど全然思ったほど寒くない。日暮れたら寒いんですかね。てか朝から何も食べてない。空港でコーヒーしか飲んでないから飯屋を探したいんですが、空いてない。そう、まずは、主催者の人におすすめされた焼肉屋さんを下見しようと思うんですが、地図だとこの辺かな。あれね、ちょっと一瞬地図見るか。どっちの信号が変わる？なんかこのふさふさの雪とかいいな。うわ、そんなふさふさでもなかった。両方とも青になった。滑りそうで意外と滑らない。ここも肉屋だ。なんか北見は焼肉は有名だということで、一個教わったんですが、とりあえず行けるかどうかは別として下見はしようと。その前にランチをなんか食べたいんですが、どこも店やってない。いやいや、本当にあったかいな。本当だ、ここにもなんか北に焼肉、北見ホルモン、本当に肉屋ばっかだな。全然知らんかった。例年マイナス20度ぐらいで、今年はもうマイナス10から13度ぐらい。全然あったかいですね。なんかソリで物を運んでる北海道っぽい。なんか何見てもすごいな。この信号機のつらら見てもちょっと感動しちゃうな。よいしょ。っていうか昼は本当にお店やってないんだ。せめてラーメン一杯ぐらい食べたいところですが。でもここでも全然うまそうだな。お、なんか商店街っぽくなった。さっき空港からバスで来るときに、このバスの中でなんかいろんなアナウンスがあるんですけど、なんか道東唯一のチーズ専門店とか、出張の方もおすすめスナック、飲み放題もありとか。あの宣伝は効くでしょうね。僕らもこっちのこと分かんないと、そういう宣伝したところ行っちゃう気がしますけどね。もう何年か前に泊まった道民院です。ここでよかったんだけどな。こんな逆光が綺麗やね。もっと雪深い方が綺麗なんでしょうけどね。本当に人いないな。大久
ビル。これが多分北見の街中なんやな。多国籍ビール食堂。ここを曲がったとこらしいけれど、どうなんですか？え？これか。よくわかりませんが、ナビ的にはこれなんだろうな。あ、違う、これだ、これだ。元祖北見味覚園総本店、これだ。うわ、ちょっと高価そうだな。公園先の人はここで焼肉を食べてくれと勧めてくれました。やば、ちょっと高価そう。こんなお店で一人焼肉無理やな。どうですか。ソーシャルビーム6階、これの6階だ。とりあえず場所分かりました。人生初の一人焼肉を頑張れるかどうか夕方にかかってます。まあ、この辺が繁華街な感じがするんだけれど、すいません、どっかご飯食べれるとこないですか？お腹減った。どっこも空いてない。このなんかやたらと夜の雰囲気がするところの向かいかはね、おすすめされた焼肉屋。これ滑りそう。おお、ちょっと滑る。おすすめされた焼肉屋は見つかったんですが、もう3時ですが、お昼ご飯を食べたい。駅前に行ったら何かあんのかな。いや、しかし本当に店やってない。これはこれは、北海道っていつも札幌しか行かないから、札幌だとねもう朝から晩まで店やってるけど、北見はやばいっすね。スーパーホテル同意民、こっちが駅だな。いや、しかしまさかのこんなんで飯屋探すことになるとは。空気冷たいけど、うわ寒って感じじゃないのは助かってるけど、あ、なんかいい匂いはするけど、飯が全部こうやって夕方からしかやってない。これは大変だ。あ、天然温泉がある。お風呂行きたいな。なんちゃらの湯。あ、ホテルかこれもね。え、高級ホテルはユニットバスなんですよね。ここいらのホテル全部温泉なのに。やばい、本当に飯屋がない。何一つ空いてない。いや、これが街中でしょ。やばい、飯屋さん本当にないっす。そんな、ここまで来たらマックでもいいんだけど、マックすらもないぞ。こういうとこね、微妙に滑る、気をつけましょう。よいしょよいしょ。セブンイレブンはあるけど、やばい、本当に店やないな。わあ、結構なピンチ。あ、モスバーガー発見。なんか北見まで来てモスバーガーでランチするのも嫌だな。とりあえず駅前まで行ってみますか。いやいやいや、なかなか大変だ。
てる人に合わないもんな。ドーミーンさっき見たから多分こっちだよな。となんか雪の方がいいのかな。全然寒くない。なんか顔冷たい感じはするけど、全然そのヒートテックなしで大丈夫だし、これでも風吹いたら寒いんだろうな。ちゅうかお店ないねえ、ここね温泉付きでいいんですけどね。いや安いホテルでよかったな。これセブンイレブンでなんか買ってホテルで食うのもまた寂しい話やな。本当に駅前に行ったらなんかあんのかな。いや恐ろしや恐ろしや。北見新規のあっちやな。これなんか坂ややな。こっちから行こうか。さすがに携帯を持つ手がちょっと冷たくなってきたけど、全然体は平気ですね。で、じゃん、これトップドライという靴で、まあ、防水でなおかつ滑りにくいという、前回北海道来た時以来全然使ってない感じですけど、まあ、こいつのおかげで、あのソールにガラスチップが埋め込んであって、まあ、スパイクみたいになってちょっと滑りにくい、なんかつも防水の良い靴なんですが、多分駅こっち、あれやばい、久保田って書いてある、コーヒーショップ久保田がしかしやってない。なんか北見にコーヒーショップ久保田があるとは。残念。てかこんなことやってる場合じゃないな。ご飯ご飯。焼肉はいいけど、焼肉の前に昼ご飯お願いします。いやこれは。そっか、もう地元の人出歩かないんだな。こんな時間に出歩かないからお店やってないんでしょうね。車は走ってるけど歩いてる人、あ、なんかあそこになんかある。コミュニケーションなんたら、パラボ、ああいうなんかビルっぽいとこ行かないとなんもないかな。コインがあって、あちゅうかも面白すぎるな。いやこれ天気でよかった。あーでも手が冷たくなってきた。携帯持つから手袋持ってこなかったんだけど、これ駅前、駅前やな。はい、駅前通りに来ました。北見駅前です。ちゅうかこんなことなら荷物を置く前に駅前で飯食えばよかったかな。なんかラーメンかなんかあったかいもの食べたいな。いやさすがに駅前に来るとちらほらと人がいますが、ほらな、駅前のルートインも良かったな。ね、お風呂あるし、これなんか喋りながら歩いてて雪でつるって転んだらめっちゃウケるんでしょうけど、そこそこいい靴なんて多分転びません。なんかふさふさの雪の上歩くのは楽しいけど、何せお店が一軒もやってません。大ピンチ。そうこうするうちになんか携帯の電池もだいぶ切れそうになってきて、
この毎回マップに頼ってるから携帯が電池切れるとホテルに帰れなかったら、これはまた笑い話で、ちょっと駅前来たけど駅前も何もないんじゃないの。これは結構大変。よいしょよいしょやばい、本当にモスバーガーかな。なんもない。これはちょっと新たな記録を残してしまったな。こんなね、これライブでもしながらやってなかったら何の記録にもなんないけど、これだ、さっき見たアラボ、ここだったらなんかあんじゃねえの。もうこれしかないだろう。このこういう溶けたとこの方が嫌だな。まあ、本当にこれ雪少ないんでしょうね。いやいや、ここここ、こういうとこの方がうわぐちゃってくる。これどうすか、パラボ。寒っ、手が冷たい。体はいいけど手が冷たい。これ絶対大丈夫だろう。ここだったらなんか食べられるんじゃないですか。はあ、っていうか街中一軒も店がやってないっていう、こんなことありますか。あるんですね、地方都市を舐めちゃいかん。ああ手だけが冷たい。せっかくなんでこんな感じです。この南岸のダウンジャケットはこれだけでも十分あったかいんで、もうね、北海道の人、あの人何やってんだろうみたいな。顔赤いな、やっぱり。なんか全然寒い感じしないけど、やっぱマイナスですからね、顔も赤くなるんでしょうけど。よいしょよいしょ、ここ危ないよ。横断歩道をしっかり渡って、よいしょ。さあ、このパラボちゃん、ここならご飯食べられるでしょう。よし、あ、なんか懐かしいセイコーマートがある。1階食料品、よし。ということで北見駅前のパラボというところに到着しました。ここでなんとかご飯を食べます。こんなくだらない僕の散歩に付き合ってくれた人ありがとうございました。またそれでは。